ああ、はい、じゃあ9時半になりましたので、そろそろ大会やりましょう。あ、配信の方も始まりましたね。じゃあエントリーまだの方お願いいたします。さあ、そろそろランバトの方やっていきますよ。あ、お願いします。はい、始まりますよ、そろそろ。なんか視聴者さん、なんか希望ありますか？一応6人なんで少ないんで、まあ、今候補としているのは3人チーム対3人チームで、まあ、以前やった全16キャラ使った対決をすると、一応まあ、キャラで言うと16対16になる感じが、まあ、少ない時の、まあ、一応、キャラ構成が多いパターンだと、それがいいかなと。うん。まあ、使える、
まあ、とりあえず何使えるかとかいろいろありますけど、かぶってんのは俺とヒデぐらいなんで、その辺を分けて、で、ど、ば、お、お、あれ右半分、右半分対左半分。なるほど、うん。88でしょ、総当たり戦は時間、んあのキャラ選ぶ画面で、うん、どうなんだろうな、なんか植えたりしたってあったような前気がするけど、どうしよう、全16キャラ戦にしましょうか、今のところの候補として。なんかあるやりたいの少ないんで、すぐ終わっちゃうんで、全16キャラ対決だと一応、まあ、そこそこ、尺は取れるかなと。あ、なるほど。うん、尺重視。そうそう。6人なんで、3人チームで、まあ、2、3キャラ使っても、尺があっという間に、あれなんで、リスナーさんもね、うん、楽しんで、視聴者さんもね、ヒデ好きチーム対トンゴッチ。それ待って、ヒデ好きチーム一人になる可能性あるからやめよう。1対5マジありえるから、本当にヒデ好きチームね、ちょっとね、うん、結構怪しいんで、これ全16キャラだと一人担当が3対3ですよね。そうすると 6キャラ持ちが1人、5キャラ持ちが2人ですね。5、5、6っす。面白いんじゃん、5キャラも使えたら。まあ俺使えないけど、いや、これはクソムーブで頑張るゲームですよ。投げ、うん、投げっていうこのスト数そのもののね、うん、あえて投げじゃなくてそこから最大を入れ込むみたいな、1人やっぱりね、うん、スト数の原点でそこなんで、やっぱり詰まるところ投げか、うん、投げと見せかけた裏の最大みたいな、うんうん、っていうわけでやっていきましょうか。というわけで、皆さんの試合終了、こっちカウンターに集まってください。で、とりあえずキャラかぶってる俺とヒデが分かれて、あとはどう取るか、ね、まあ、ね、バイパーさん取りたいとこなんですけどね。同じく取りたいところなんですけど詰まるところそれなんですよね。まあでもサブキャラいろいろ使える人もいるんで、まあまあそうですね、まあ楽しいかもしれないですね。はい、うん、じゃあそんな感じでやっていきますかね。まあ、じゃあまずはチーム分けで、チーム分けでじゃんけんヒデ VS 闘魂がリーダーって感じで大丈夫ですかね。 OK です。はい、 OK です。お願いします。 でもみんなサブキャラ使える人があんまいなそう。いやだから、まあ、逆にいいけどね。なでっていうキャミー、フェイロン、まあ、ホークは本職いるけど、あれ誰が使うのみたいな。まあそれがまた今日のホーク回せない、ザンギも回せないっていう今日のテーマということで、はい、じゃあ、まあ、楽しくやっていきましょう。じゃあ、取り合いの、じゃあじゃんけんしますか。じゃんけん、はい、重要ですよ。とりあえずワンピース B からにしません。どっちでも、まあ、それは最後でいいんじゃない。最後で、なるほど、うん、じゃあ最初のじゃんけんがすごい肝になるっていう。これだ、大事なんだよな。もうそれバイパーさん取りたいですっていう風に言ってるようなもんじゃないですか。取りたいでしょう、うん、いやいや、他の皆さんもね、取りたいですけど。そうですね、取りたいですけど、まあ、うん、とりあえず楽しくやりましょう。下手したらほら闘魂さんが16立てすればいいっていう説もありますから。そうだね、中2で。そう、バイパーさんに頼らずともメインキャラいきなり出しちゃう、ね、それはない。そう、あ、今日グッチさんいないんすよ、まあまあっていうわけで、じゃあとりあえずじゃんけんしていきましょう。じゃあ、最初はグーで、あれと思ったらグッチさん登場。来た、グッチ来た。おっとこれで、いや、グッチさん来たらハゲさん入れる。ハゲさんも入れましょう。グッチさん100円です。今日16キャラ戦です。はい、これいいじゃん。あ、これであれですね、いい、バイパーさん取るか グッチさん取るかが分かれましたね、うん、じゃあとりあえずじゃんけんで、グッチハゲ追加、ハゲ追加、グッチハゲ。で、友田さんは電話まだなし。はい、というわけで、じゃあやりましょう。じゃあ、補欠ぐらいにしときましょう。はい、じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。どっち？あ、どっち？でも、いろいろ使えるからな、グッチ。とりあえず、ヒデ1、闘魂2で、とりあえず、バイパーときますね。じゃあ、グッチでお願いします。グッチ、バイパーさんですね、うん、僕。はい。
で次俺みたいな感じいいの。あ、そうですね、いいっすよ。で、あとチャボとお茶丸くん、破天荒、チャボーズ、ハゲ。チャボはサガットとブランカとケンぐらい、ケンぐらい。じゃあチャボで。チャボさん。チャボ。チャボさんが2。はい。あれごめん間違えた書くの。いろいろ最初から間違えてる。待って、待って、グッチさん2だ。こうだよね。で、お茶丸破天荒派で、んどうしよう。派でさんのバルログに期待かな、これは。キャラが強いから。はい、うん、じゃあ破天荒さんかお茶丸くんか。お茶丸くんはホンダバルログザンギ結構使いますねとぐらい。結局こっち回すキャラがザンギいないから。あ、でも竜俺かぶっちゃうからお茶丸さんとろっかな、うんうん、なるほど、 OK です。じゃあかぶっちゃうから、で、やった破天荒さんだ。来た、笑顔がかっこいい破天荒さん、うん、来た。というわけで、とりあえずチームが、チーム闘魂、闘魂お茶丸くん、茶坊主、グッチが、チーム闘魂で、チームヒデが、バイパーヒデ、破天荒ハデの、チームヒデです。はい、というわけで、16キャラ、これから割り振っていきましょう。割り振っていきましょう。1人、はい、1人4キャラ。4キャラ。メイン4キャラ。じゃあ、ちょっと、というわけで、じゃあ、とりあえずちょっと、はい、作戦タイム10分ほどお時間ください。ヒデチームが 1P になりました。さあ、じゃあ人数が増えて4人対4人で、全16キャラを使う、だから1人4キャラですね。
感じで 1P 側決まりました。 2P 側はよ、先方だけ申告。そう、先方だけ申告。誰行こうかな。とりあえず先方までは決めといてくださいね。 1P が決まりました。合計を1000円で使うモサは残念ながら今回は16キャラ戦なので、あと俺もう1個面白いこと書いてある。ヒデトーコン VS 他6人これやばいね。チュンリーの取り合いになって、なおかつ他キャラがほぼ使えない2人。ヒデ闘魂 VS 他6人、まあ、やばいっすわ、まあ、うん、バイパーさんに確実にうーってやられますもん。今回は16キャラ、1人4キャラ持ちで先方のみ申告、そこからかぶせ合いとなります。 さあ闘魂チームが早く難航してますね。はよう。おっと、ベガの押し付け合いが、ベガの押し付け合い始まってますね。ベガね、使う人によってはマジ強キャラに負けますからね。某警察みたいな人もいますし、警察いないですからね。今日警察いないんで助かりましたね。警察いたらね、かなりヤバかったっすよ。決まった。はい、じゃあ、先方は誰ですか。こっち決まってます。先方ちょっと考えますね。はよう。あ、かぶせ合いなんで、これボード持ったままの方がいいっすね。はい、持ったままで、使ったキャラと相手潰したキャラをどんどん消していく感じの方がいいっすね。赤ペン。こっちも OK。 じゃあ行きましょう。 2P 側先方誰ですか。チャボのキャミー。チャボキャミー。こっち 1P がヒデ、お茶丸キャミ、こっちヒデの DJ です。さあ、じゃあね、始まりました。1P チームが、メンツ、バイパーさん、ヒデ、破天荒さん、ハゲ。で、2P のメンツが、お茶丸くん、闘魂さん、ジャボーズさん、グッチさんですね。で、先方戦は、ヒデ DJ 対、お茶丸くん、キャミー。一人4キャラ持ち、全16キャラ、総当たり、総力戦ですね。あ、まずは、ヒデ DJ が1本取っている。お茶丸くんのキャミーとかもう見たことないですね。そうです、投げです。投げ、このゲームね、全キャラ投げが強いので。さあ、ヒデ DJ らしい、わあ、ヒデ DJ が勝利。まあ、ここは取っていきたいとこでしたがね。さあ、かぶせ合いなので 2P 側次誰を出すか。と、闘魂さんが座った。闘魂がいる。さあ、今日はレアキャラいっぱい見れますね。闘魂がいる。さあ、ヒデ DJ 対闘魂がいる。さあ、押しているのはヒデ DJ。 あ、これ DJ ガイルって5分ぐらいですか。これ DJ 有利。
ガイル・ビユーリほぼ五分おということは実力差が肝心ということですね。さあスト2力が試されるカード。さあおお、なんかちょっとテクいことしてますね、ヒデ DJ。 おっと打たない、おおダブル KO。 さあどっちのスト2力が上回るのか。ああ、中部では DJ 有利、関東ではガイル有利。投げる。さあスト2力では負けられないですね。スラ、あーちょっと微妙な体力差。さあ球を積極に出していってるのはヒデ DJ の方。わっ、おー、さあ1-1。あーそうっすね、ニュートン、大山ニュートン、ブランカはあまり見ないですかね。さあソニックにスラー合わせるとかやってますね。お、スラーバレー、スラスラ。さあダメージの 9.5 割スラとエアスラ、スラー。さあヒデ DJ が2立て2人抜き。あ、今日は豪気はいなかったですね。1万円課金すれば豪気使えたんですけど、いなかったようですね。さあ3人目座ったのはグッチダルシム。これ早い、登場早いんじゃないですかこれ。おっと踏んでしまう、投げる。さあグッチさんはダルシム普通にやってますもんね。あー、ピヨっちゃう。さあこれはちょっとヒデ DJ では荷が重いか。あー、またピスラストでピヨって投げ、無理無理無理と言ってますね。じゃあ 1P 側次は、さあ何をかぶせていくか。バル、バルすか。じゃあバル、ハゲバルログ、ハデバルログで行きましょう。グッシムやばいんですよ、やばいやばいやばい。これね、あんまり星をね落としたくない、ここで。でもメイン出すのもちょっと早い気がするっていうね。ハデバル、あ、いいよ、いけオッケー、いいよハデさん、これ弱キャラじゃないから。チュンリーはね課金しないですね。うお、これはやばいですね。お、ナイスガード。
ひたすら宙を舞っている。しかしそれが強い。あ、死んだか。あ、死んだ。すえー、ハデさん、すえーわ。これは美味しい。さあ、スーピン。いや、これ美味しいね、ワンピー側。さあ、今ワンピー側は DJ バルだけ出てますね。スーピー側ガエル・ダルチャミーが敗れてます。16キャラ戦。さあ、チャボさんが剣。確かにバルを倒すのは剣ってのはよくありますからね。まあそうですね、やっぱりよく大会とかでもバルがやられてるのはやっぱり剣なんですよね。さあ大勝利。あー、さあ地上戦を制すのはどっちだ。クータスから膝どっち。おっと爪は拾った。大勝利。どうする。おお早出し。おっ、あー撫でたのはチャボさん。まあ、ブランカもねありなんですけど、やっぱりハデさんがねかなりバルログ戦を使いこバルを使い込んでるので S キャラありですね。さあ中中中が繋がらず、でもダメージは十分。波動を踏んできて、おっと膝。ここからどっち。表テーラー暴れ。どっち。これね難しいんですよ。おーぶね、早出し。 S 剣は壊しあるけど膝がないから。そうですね。さあまさかの、うわ裏。どっち。ガードチューパーバレー。テーラー、テーラーかなり減る。これねテーラーっていう技かなりヤバいんですよね。さあ壊しからバック捨てで避けるが、大勝利当たる。どっち。これは安い。さあハデさんが飛ぶ。うわー厳しい。ワン、ツーピー側がこれで4人4キャラ敗れましたね。そうですね、やっぱ意地でも膝にいけるループをやっぱり剣側が導き出せるかっていうところですかね。で膝じゃないところにやっぱり勝利、あ勝利。さあ、スーピーが悩みます。やはりこのゲームはバルゲーなのか。そういえばハデさんがなんかこう大会で勝ってくのを久々に見ましたね。ああ確かにそれありえますね。さあ、スーピー側が導き出したのはホンダ。そうですね、ホンダも確かに。これはグッチホン、違う、チャボ、うん、お茶丸くんホンダですね。おー、うまい。さあ、張り手削って、まずは爪を剥がしたいところ。さあ、相打ち、相打ちは OK でしょう。さあ張り手。さあ、ここでお茶丸くんが止めるとかなり熱い。しかし、ワンピー側にとってはちょっと苦しくなるので、ここはなんとか勝っていただきたいところだが。おっと、さあ、地上。わあ、必要なヒョウバル。だが、それが強いんです。全部ヒョウバル。そうですね、ブラバソーベガいけますね。うわテーラー待っている。3ヒットこのヘリ。そしてひたすら、これはスラが届かない。さあどうする、どすこい。さあどすこい、これで、おいちょ入って、落ち着いて。うわー中100巻お茶丸くん勝利。さあワンピーカーどうしましょうかね。ホンダか、あ確かに剣いいですね。破天荒剣。あのこっちスーピーガス、すいません、こう書いとかないと忘れるな。こっちワンピー。さあここで破天荒剣。
破天荒さんいったれ。おーっと、さあいいですね。さあ勝利、ここ最近の破天荒さんは勝利バッチリ出ます。いいですね、今の中盤いいですね。さあ勝利、中勝利、中勝利いいですね、横に伸びますからね。まだ大丈夫。うわー、コパンガサレ、大昇竜だったら死んでました。さあいいですね、波動中昇竜。おっと、百貫が珍しく波動引っかかる。空中で踏んで、これは美味しい。波動重ねで一度と削って、そうですね、間合いを離しながら、しかしオカマが入って昇竜拳リバサー。そうですね、剣の昇竜は横に結構伸びるので、あれは全然ありですね。さあお茶丸くんさんの張り手は空ジャンプかオカマからのキャンセルが結構多めなので、そこを見抜いてほしいが、うわ減った、どうしようか、どうしようかね、これめんどくさいですね。ホンダか、いやガイルはちょっと早い。うん、そうガイルは早い、いやそれは早い。どうしようかな、いきます、じゃあお願いします。破天荒龍が、さあお互いに4キャラずつ、こっちは4体目ですね。ナイスガード、相手は5体目。さあこれはまだ大丈夫だが、うぇー、うわー、コパン、コパン、コパンの判定は異常に強いわけではないですが、重ねるっていう意味ではありですね。いやこれは大惨事にはならず、とりあえず間合いを離せた、 OK でしょう。勝利バッチリ。さあいいですね、波動波動、やはり玉持つキャラはこうやって制圧したいが、ナイス中盤いいですね。うっ、ナイス勝利、いいですね、かっこいい。さあ3ラウンド目どうする。さあこれはバックジャンプ大キック、勝利いいですね。さあお茶丸くんさん寄れない寄れない、どうする、引っ張った、どうする、大いいですね。さあP勝ち、締めたのは破天荒さんですね、バッチリです。さあ 2P 側はこれで、おザンディ、闘魂ザンディ、闘魂ザンディですね。ここしか出番ねえからと、ここで闘魂ザンディが登場。さあ相手はサブのザンディなので、やれることをしっかりやってほしいと破天荒さん、いいですね、ダイシャドウ。おっと、いいですね踏み込み。さあザンディどうする、うっ、うまい、あーかくってますね、上手です、闘魂さんも。さあお立ち上げ対空、サンフレ発生なのであれはすごく優秀な対空性能。さあぐるぐる回って儀式のような感じだが、さあこれはお昇竜よく出した。さあここからどうなる、おお昇竜対空が本当に弾けるの弾くよとスーピー側が言ってるが、本当に弾けるのか。さあ台足台足、ここは削りに使って OK と判断どうなる、うわー台足届いた。あれね、やっぱり踏み込んだ台足が強いんですが、うわ中大怖、ここはスクリューの間合いからちょっと外れてしまった。
うわー、何かを吸った、何を吸ったあるよ、あー、あるあるある、まだある。さあ波動超ある、波動点重ねて、熱い、どうなる、おー、ドロー、これはまだ分かりません、お互いに安い。さあコワコワから大足で、さあうまい、ここで初めて見せた中腰、これは食らいます。さあ踏み込みが鋭い、破天荒さん踏み込みがだんだん、さあ弱小竜でしっかり切り返して、また中腰、さあスクリューでき、ちょっとスクリュー前が出たが、おいしい当たり方、闘魂残に敗れる。さあこれで 1P がまだ4人目だが、 2P が7人目になります。さあここでグッチホーク、あれコメントがちょっと進まない感じは、どうやって見ればいいんですかこれ。ありがとうございます。さあ画面端で、さあ中小竜、これは正解ですね。うわーうまいですね。しかしどうなるか、青タッシュ系リスキー対空っぽく見えた。さあ最大、さあうまいですね。おお、マジか、おいしい。ここは手釣りに使っていいですね。うわー、昇竜体育、破天荒竜がキレッキレ。さあファイヤーから、あーちょっと高かったが、あーこれやばい、ピオリチナイスガード、まだ大丈夫でしょう。うわー、ロコスに前に出る、これがすごい。破天荒さんありがとうございます。じゃあワンピーガーどうしましょう。ホンダ分かってないけど、あブランカ、ブランカ行きますよ。そしてあこれ、あさあ 1P が次はヒデブランカ、これも見たことないです、初めて見ました。さあですがバイパーさんがいろいろとフォーク戦を教えているんですが、あー捕まっちゃいましたね。さあ噛んで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 、あさあキャラ的には相当ブランカ有利なんですが、お、ダイヤシタイク、あ、ローリング溜まってない、お、あ、ローリング出ないですね。お、逃げていく、お、垂直ダイパン、いいタイク、あっちゃあっちゃ、次はヘイロ、さあワンピー側はハゲフェイロンです。さあワンピーがこれで6人目で、
スーピー側は今7人目。おお、知っている。いいですね、うまい。お、危ない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 。おって、ナイスガード。うえ、マジか。グッチホーク回せてますね。さあ、あの射火台が強くて、さあ見えている。おお、さあ射火台、射火台。さあこれは冷静ですね。もう対策が分かってしまったと言わんばかりの支援客、これだ。立ち回りが確立したところでグッチさんがどう荒らす。さあ大刑が刺さって、おっと、おいしい。ああ見えてますね、アレックス45。おっ、おいしい、何て言って。あはははピー勝ち、いいですね、上手。さあこっちは残るはまだ10キャラいますね。残る相手は9キャラ。今ハデフェロン出てるんだよね。さあなかなかいい勝負。あ、ふざけんなよ。マジか。 DJ フェロンやろうぜと。これね、 DJ やばいんですわ。おー、うまい。おー、知っている。なんだこれは。 DJ フェイロンやろうぜが、なぜかハデフェイロンが、あと闘魂 DJ ですね。さあうまい、うまい。さあ踏んづけるがどうする。これは冷静にガード。さあ荒らしに行く、それは正解。しかし上は見えている、出ない2発目。これがサブキャラです。しかしさあどうする。あっ、あっ、あっ、なんと DJ フェイロンやろうぜでハデさん勝利。これはワンピーガーでかいですね。さあこれでスーピーが残るは8キャラ。こっちはまだ6人目ですね、6キャラ目。さあ同キャラ戦になりました。お茶丸くんフェイロンです。さあ投げて、投げ勝ったのはハデさん。さあ引っ掛けて、あ、潰されるが支援客で。お、うまい、うまい、ハデさんすごい。さあ受け身がなくて、同キャラ戦なので性能は5分。投げて、おわ、投げたのはお茶丸くん。これは投げ勝ったのは美味しいですね。ホンダっぽい、確かに。さあ円台パン、支援客が出ない、投げ受け身もない。ここでお返し、めくった。うわー、飛びは許さない。ハデフェイロン3連勝。さあ残る 2P 側はリュウ、ブランカ、バイソン、サガット、チュンリー、バルログ、ベガですね。ワンピー側まだだいぶ残ってます。さあお茶丸くんが再び座る。バルログ来ました。さあ 2P がここは肝でしょう。ここで勝利をもぎ取らないと結構厳しくなってくる。うまい。しかしこれが愛されボディのバルログです。投げてチューパー、ひたすらこする、撫でる、ひたすら撫で。
しゃがみぐらいだとレックスを当ててしゃがみ台足でもいいかもしれないですね。投げて、受け身がない、受け身は取りたい、スライディング刺さって、こうなるとかなり厄介、投げて、さあ、うっ、うわー、上が出る、上は通しませんと、上しか見てない行っちゃったよ、あ、上しか見てないと言ってたのに上出ないよ。投げられて、高めぐらいな出角です。さあ出る、打ち切りは OK でしょう。さあ爪を拾わない、どうする、あ、中断、さあこれは、うわー、あー、どうなる、あー、支援客が勝った、あー、出さんが4連勝、声でかいね。さあ 2P がかなり追い込まれてる。あ、アジェさん黄色いボタンクレジット。さあここでベガです、チャボーズベガですね。さあお互い様子を見ている、1ドット待ってるな、フェイロン側か。さあ上から重ねて、これは安全ですね。さあしゃがない食らって、あー打ち切って、リターンが安かった、美味しいですね。うわー支援マジか、レックスモードにはいけず、うわー、さあいいですね、ミドルはやっぱり強いですね。ミドルミドル減る、1ラウンド取ってる状態にもかかわらず減る。うわー当たんない、しかし画面端が近い、エンダイパン、うわー、これは劣化点お3バッチリ、お、カラジャンプなで、なんか新しい連携、うわー刺された、投げた、なんとあの局面で弱点、しかしなぜ有効ですね、確かに。さあお互いにまたミドルとエンダイパンの相打ちからスタート、上踏んで下がる、ベガ側はこの体力差を生かしたいが、うわスラが入って、あ、しゃがみぐらい、投げられて、うわーこれは厳しい、フェイロンどうする、あーガードしちゃったら終わりですね。しかしハテさんが4連勝、お見事です、バッチリですね。ホンダだって、あ、残りリューブランカ、バイソンサガとチュンリーベカか、ホンダ多分キャラ有利なんで、でも負けそうですけど頑張ります。さあ次はヒデホンダ、まあベーガーにホンダ合わせる、これはまあいい選択ではありますが、しかしヒデホンダがどれほどやれるのか。あー最高乗っちゃう、お、ドスコ当たって、お、新しい置き攻めですね。さあお、本頭突き、あ、今削ってれば終わってたんじゃないですか、あ、頭突き、さあスーパー頭突きだけでいけるのか、まあそんな甘くないですよ。さあもうドスコイ打つだけのマシーンと化したヒデホンダ、
あー、大いちょうが出ない。おお、さあ、あー、大いちょうが、大いちょうが出ない。このホンダどっこいを打つだけ。あー、ドットどっこい打ってるだけでしたね、このホンダ。ちょっとね、いや、世の中のホンダ使いはいろいろ僕は努力してるんですけどね。さあ 2P 側残ってるのがリュウ、ブラ、バソ、サガ、チュン、ベガ。あ、ベガは今消えたか。さあチャボーズさんのサガット、X サガットですね。さあ上に頭突き合わせてるぞ、このホンダ。あの下だよ、下合わせるのは、合わせるのは下タイガーですよ。おっと、おもむろにやる気あるんでしょうか、このホンダ。なんでしょうね、これ何これ、射的の的。さあ、打つタイガーが全部当たる、全部当たる。さあ、それです、それ、それ。おっ、前に飛ぶ。上、上タイガー、下タイガー。お、張り手。ああ、ホンダ単発の威力が高い。さあ、おお、上に飛び合わせましたね。すごい減りましたよ、今。投げぐらい減りましたね、今、台形で。さあ、体力奪っていく、ヒデホンダ。これ勝ったらかなりでかいですよ。うわ、飛びが当たる。空対空。さあ、タイガー、上タイガー、わ、上に飛び、おお、下に突き合わせた。あっ、さあ、どうする、どうする、上タイガー、わ、まだあるのか。あー、なかった。おっとね、適当頭突きやめようよ。はい、いくよ。お、じゃあ次はバイパーさんのベガですね。バイパーさん初登場かな、確かに。さあ、警察カラーのバイパーベガ。おー、ホバさあ、バイパーさんベガー使えてますね、かなり。いや、ノジャイでもやったりしますからね。そうですね。いや、このね、安心感、うわ強い。いや、完全に僕のホンダ初心者でしたね。ドスコイ、ドスコイ、ドスコイ。だって上タイガー見てから頭突き出してたもんね。あれね、食らいに行ってたからね。そう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 。本当はね、下読み下読みしてたんだけど、大一を一回も見なかったもんね。大一のコマンド分かってないんで。コマンドが分かんない。はい、あ、そこはもう本当初心者ですね。やばいですね。うまい。うわー、あゆ直径のあのミドル、いいですね。うわ、見てからですね、うまいですね。さあ、2P 側追い込まれてます。残り 2P 側はリュウ、ブランカ、バイソン、チュンリーですね。ああ、だいぶ減ってますね、 2P の方。こちら残りは今出てるバイパーさん除いて8キャラ残ってます。こっち残ってます、8キャラ残しです、こっちは。さあ、ここでチャボーズ、ブランカ。ああ、チャボーズさんのブランカもなかなか珍しい。いや、結構そうでもない、ノジアイでやってますね、ブランカ。ノジアイではやっている。さあ、この、お、うんまっ、噛んで、これですね、ブランカはいかに噛みつくか。そうですね。さあ、うまい、裏、あ、おうますぎる。どっち、
ため間に合うんですね、あれ。さあ、これで体力的リードを作れたので、うまいですね。しっかりとサイコで下がる。うわー、さあ、このベがヌルヌル動きますね。色が強い、間違いないです。さあ、これは、うわ豪快。お前どうせサイコ重ねるんだろっていうのを見越しての歩き投げ。これが強い。諦めのガードを投げていくといやでもね、これ正解なんですよ。うわー、厳しい厳しい。あー、これですね、ブランカ。こう一回噛みつくとブランカペースです。しかし、あー、噛みつかれて、ね、さあちょっと冷静さを取り戻したが、対空がうまい。噛んで終了。ベガ対空が ないですからね。そうですね、結構厳しいですね。しかし一回ね、ゲージを作ってしまえば、撫でたのはベガ側、これは美味しい。さあ、これは2ヒットこかされて、かなりブランカが苦しい。もう一回突っ込んでくる。裏からチューチュー、サイコが出なかったが十分でしょう。さあ、相打ち行って、おお、マジか、すれ違いすれ違い通信ですね。うわー、これは、いやー、ここはライトメアで終わり。さあ、残るはリュウ、チュンリー、バイソンですね、 2P 側。さあ次は、さあ、まずはベガを止めたいところだが、お、東根さんが、お、チュンリー出しましたね。ここはもう何が何でも止めねばということでしょうか。いやー、強いですね、チュンリー。投げさあ、止めに来た闘魂チュンリーが、これがいい結果を生むんでしょうか。さあ、ダーデうまいですね、あの固めつれ何もさせてくれない。あー、1ついやす中足1個、うわー、事故、繋がってる。いや、繋がってないですね、今のは6ヒットなんで。あー、繋がってない。チュンリー、さあ、闘魂チュンリー、マイパーさん、フォークいきます。フォーク向こうは、今やってる闘魂さんと竜バイソンだけですね。3人ですね、もうチュン、竜、バイソン、多分グッチさん、グッチさん、闘魂さんなんで。まあこっち 1P の方まだ弾は結構ありますからね。結構まああるのでっていう。じゃあお願いしていいですか、フォークで。すいません。お、じゃあここでバイパンフォークがチュンリーを押し置きさあ、決めに行きましたねもう俺が終わらせてやるよと言わんばかりの。いや、でも正解ですね。さあ、刺さって、この位置は、あ、来た、俺たちシングルが入って、テンション上がれ、切り返した、これはしっかりガード、おっと、うわー、当たる、どうなる。さあ、体力はほぼ五分だが、ゲージを持った準備をいかに吐か、吐かせるかと思ったところに、俺たちのバイパー、マジかこれ。いや、俺でも、俺多分食らってましたね。あー、やばい。もうフォークのゲージ溜まるとあれですね、もう体力半分ないようなもんですね。そうですね、あー、これやばいやつ。もう終わっちゃいますよこれ。これはしっかり大テンション暴れた。うわー、なんだ今のは。背中で掴んでたよ今いいのが残りましたね今背中から手が伸びてましたね。あの、さっき僕ものじあいでやられましたあ、やられた。あの、めくり中キックでめくって、しゃがみ中足重ねようとして立ち中剣に化けたら、なんか背中からこうピカーンって引っかられてる。背中から手出してますよこのホーク。そうですね、やばいですよ。さあ、ここでグッチホ、グッチリュウ。さあ、残りは2キャラ。さあ、やはりホークが出てきたというところで、やっぱりリュウを出さざるを得なくなったのか。あ、これで 2P はあとグッチリュウ、グッチバイソンでしょうね、きっと。バイソンは多分グッチさんでしょうね。さあ、こっちは今
9人目ですね。残り今やってるバイパーさんも含めて8キャラ残し。さあ、うわっ、うーっ、うーっ、うわー、回す。この男強すぎる。やはり今日もバイパーさんが締めてしまうのか。締めちゃいますね。これありますね。うわー、やばい。うわー、コパン勝利。これはちょっと予想外の暴れ。うわ、出ない。あはっ、あはっ、あはっ、やばい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 、あはっ、あはっ、逃さない。グッチ龍が。さあ、残るはバイソンでしょう。さあ、最後、さあ、最後残るこっち、ワンピが、あ、違う、ワンピが8人いますからね。バイパーさん含めて。さあ、噛み合った。試合終了か。これやばいやつ。お、よく暴れた。まだ死んでねえと。あ、うわー、台足。さあ、怖い怖い怖い。お互いに怖い。お互い怖いですね。うわー、マジか。さあ、これは来る。うわー、さすがに今のは超上級者とクレイジーからの、グラウンドまで入れてくる人がいるんで、ただ激ムズ入力なんですけれども。あー、そうだよね、はい、なのでそれで6ドットは安定して削れますね。さあ、ここがヘッド暴れ、的確ですね。うー、コパンで止める。この圧力押しているはずなのに。さあ、しかしこれだけ体力リードと、うわー、見ている。うわー、やばい。回るー、ゲージ溜まって、もう一回どうなる。アートビバッチリ。お、ここは暴れ読み、ガードしている。おそらく、うわー、これは、あー、上を見ていた。手が出てた。マジか。ヒデチュンディ行っちゃっていいですか、最後。あ、何で行きます？お、破天荒さん行きます？破天荒ザンディ。おー、これは熱い。破天荒ザンディが、そうっすね、そうですね、乗らせると厄介なんですよ、このバイソン。まあ、最後の一人なのでかなり気合入ってるので、しっかり殺したいところですね。さあ、おー、バリシング、バリシング、新しい、新しい。しかし、かなりスタンチももりっと。あっ、つかめない。さあ、破天荒さんが締めたらかなりいいですね。熱いですよ。熱いですね。来てますね。さあ、ゲージ食べた。うわあ。ああ。まあ、このヘッドはしょうがないですね。ヘッドはもう確定なので、うん、しょうがないね。しかし待って、残ってるキャラ見ると、これ俺のチュンリーが倒されるとちょっとまずいことになるっていうのもあるのか。そうなのかな。さあ、うまい。うわー、回せないが、うえ、大ヘッド。さあ、体力はちょっと苦しくなってきたが、相打ち、うっ、グランド、うえ、うわー、厳しい。いえいえいえ、あ、キャミーいっちゃいます。あ、いいですね、キャミーいっちゃいましょうか。さあ、サガとこっち S サガだけどいいの。こっち S だよ。さあ、破天荒キャミー、うわ、いて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 、ピヨってるよ。おー、あいや、なんですかこれ。ゲームが違うんじゃないかってぐらいダメージが違うんだけど。ダメですよ、この華奢な体にそんなバチバチボクシングやっちゃ。さあ、スパイラルアロー、お、押してますよ。しかし、こうなると厳しい。ファイブ、あぶね。ファイブ食らったら死んでましたね、今。危ないの溜めてますね。うっ、あぶね。おお、これは、あー、重ねたところはクレイジー。しょうがないですね。下がってこいと。S で、S ですよ。
あ、来いって、じゃあ、って、え、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。さあ、ワンピー側もモリモリ削れてきましたが、こっちまだ5人いますね。今出てるハデさん除いて5人います。出てくるのはハデ・エッサガット、タイガー、うっ、タイガーの出がかりを借りましたね。さあ、これは冷静にガード、おお、おお、これはハデさんが、あ、見ている、ハデさんが締められないか。あー、やばい、ゴシゴシ、あかん、グランド、うわー、アンドリーバッチリ、うわ、垂直の火、うまっ。さあ、ゲージも今日は16キャラ戦ですね。で、1人4キャラ持ち4対4でやってまして、今かぶせ合いで、2P が今グッチバイソンが大将、こっちが、あれですね、5キャラ残しですね今。さあ、グランド、うわー、厳しい。さあ、2P が残るはグッチバイソンのみで、こっち残るはヒデチュンリー、ガイ、バイパーガイル、ハデダルシム、バイパーバイソン。早くもちょっと自信なさで、いいっすよ。さあ、ここで13番手にバイパーガイル。さあ、13キャラ目ですね。グッチさんの竜のために取っといたガイルでしたが、出てくるのはバイソンでした。さあ、空中踏む、おお、これは投げられて、どうする、中グランド、あ、打ち、あ、ちょっとバイソンじゃない、ガイルが苦しい。ここはブッパ様が当たって、おお、ずい、今の中足良かったですね。近づきたいところであの中足やられるとバイソンがかなりきつい感じがします。さあ、バイパーさんが締めてしまうのか。ここはサーマーで切っていく、サーマーの当て感が素晴らしい、裏剣も入る。さあ、中足、うわー、来た、うわー、なんだこれは、おお、ねじ込みましたね今。さあ、3ラウンド目はこれはしっかり中足でしっかりと切って、しかし早出し、うえ、大足で切ったの良かったですが、画面弾き苦しい、うわー、厳しいうるせえ。さあ、残るはヒデチュンリー、ハデダルシム、バイパーバイソン、どうします。あ、ダルシムありかな、ダルシムいっちゃいましょう。まあまあまあ、やりたいことやりましょう。さあ、グッチさんはダルシムもちょっと触ってるので、ダルシムの嫌なところはちょっと知ってるでしょう。さあ、開幕テレポート、何読みさあ、いいですね、しっかりと離してから対応、ぼかして、さあ、やばい、冷静ガードですね。これはガードさせた、あぶね。さあ、クレイジーを吐かせたいがなかなか吐いてくれない、あぶね、あぶね。さあ、強引に来た、強引に来た、うっ、うおっ、まあこれはグランド重ね。さあ、伸びるパンチが当たってピヨって、これはゴチゴチ、まあいいでしょう多分。まあ逆になんかフレーム重ねよりかは逆に美味しいかもしれないですね。さあ、しかしねじ込んでくるグッチバイソン、これは吐かせた、美味しい、
おお、テレポートで逆、これはでかい。冷静、まさかのテレポートで画面端を背負わせると。さあ3ラウンド目、タッチ中が入ってヨガファイヤー、うっ、あれ強えな。さあ踏まない踏まない、相打ち、うっ、飛びがうまい、落ち着いて、ああ落ち着けなかった。あと2人です。じゃあバイソン行きましょう。さあ15キャラ目ですね。 1P 側、2P 側は大将です。バイソン同キャラです。やりに行った方の勝ちです。さあ開幕グランド、うわー、短波見られてた。さあゴシゴシの試合です。これはボクシングではありません。あのゴチゴチヘッド決まった方の勝ちです。さあうまい、置いた台足が強くて耐える。うわー、これはクレイジーで削れる圏内だった。ワンピー側にリーチがかかる。見られていたがお釣りはなかった、助かった。うわー、これですね、撫でに行くのと反対の中パングランド。いやー、さあしかし、うわー、裏にいたが最速で中パンで暴れていた。さあ開幕グランド、これは美味しい。おっと、さあどっちの殴り合いと頭突きが強い。オフ、バイパーさんがゼロドット、あー決めた、バイパーさんが締めた。というわけで 1P 側チュンリー残しで勝利ですね。というわけで本日の勝者はバイパーは破天荒ハゲヒデですね。おめでとうございます。やっぱ16手間で面白いね。さあじゃあ写真撮影に移りましょう。バイパーさん、破天荒さん、ヒデと、あと破天荒さん、あとハゲさんは多分写真撮影にもあるんで、はい、いやでもね、ハゲさんがかなり抜いてくれたからね、でかかったね。というわけで皆さんの試合ちょっと楽しんでからね、やっていきましょう。いやー面白かった。さあ今配信台でやってるのは闘魂さんが 1P でグッチさんが 2P ですね。さあこれは飛行剣、うわーいいですね、遅らせ戦です。しかしあれ昇竜の入力間に合ってると若干危ないので、ちょっとまあ勝てっちゃ勝てですが、グッチさんね、あのマリオパンチ拾うのマジうまいんですよ。さあまあ俺ものじゃあやりますかね。
Yeah.